七三協定流場は、広島県広島市南区七三本町にある、広島電鉄皆実線の路面電車停留場である、駅番号は H6。七三協定流場が開業したのは1944年12月のことで、開実線の開通と同時に開設された。しかし開業の翌年、1945年8月6日には、原爆が投下され、 海実線をはじめ広島電鉄の市内線は全線が普通となる。海実線が被爆から復旧したのは1948年のことであった。海実線の軌道は道路上に敷かれた併用軌道であり、東底流上も道路上にホームが設けられている。ホームは低床式で2面があり、2本の線路を挟んで向かい合わせに配置された相対式ホームという形態を取る。 起点から見て線路の左に南町六丁目方面へ向かう下りホームが右に的場町方面へ向かう上りホームがある。東低流場には広島電鉄で運行されている系統のうち5号線のみが乗り入れている。西側は京橋川が流れ東低流場に隣接して七三橋がかかる。七三橋は被爆橋梁の一つで 橋のたもとには、被爆石碑、広島県道路原表もある。対岸は、中区になり、住宅街である。東側は、七山の南端にあたり、ふもとは、住宅街のほか行政関連の施設も多い。広島県駅乗降客数。2021年3月11日閲覧。ABCD オサフネトり、ノリ、広電が走る町根尺。JTB パブリッシング。 JTB キャンブックス、2005年、150から157ページ。ISBN4 から533059864。ABCD 川島形像、山陽、山陰ライン全線、全駅、全廃線第7巻広島エリア、高段車、図節、日本の鉄道、2012年、10.82ページ。 ISBN 978から4から06から295157から9。川島慶造、全国鉄道事情大研究中国編に、創始者、2009年10、103.107ページ。ISBN 978から4から794217110。ありがとうございます。